こちらですね、ダヴィンチリゾルブというのが、正式名称なんですけれども、もともと、ダヴィンチ社というのがアメリカにありまして、その業界水準 そのテレシネとして今広く知れ渡っているカラーコレクターの代表的なものの一つなんですけど、それを弊社のブラックマジックデザインが買収しまして、パネルなんかもモルゼルチェンジをして新しく出しているものがこちらになっています。リアルタイムでほとんどの動作がリアルタイムで動くというところに一番重きを置いてるんですけれども、グラフィックカードを増やすことによって扱えるこの解像度ですとか、濃度と呼んでるんですけれども、その、どのように、そのカラーコレクションの上にカラーコレクションを重ねていくような感じなんですけど、その、レイヤー構造にちょっと似てるんですけれども、その数を、増やして、増やせば増やすほどどうしてもそのハードウェアの方に負担かかってくるんですけれども、その GPU を増やすことによって、このかなり複雑なカラーコレクションをしてもすべてリアルタイムで動作するようになってます。今までちょっとこうカラーグレーディングのシステムというとちょっと敷居が高いイメージがあったので、このソフトウェアバージョンだけでも発売することができるようになったのでですね、いろんな方に今までそのカラーグレーディングっていうのはどんなものかっていうのを分からなかったような人たちですとか、制作をしているような方々にも、こう広くアピールして、こちらの製品ですね、いろんなところで使っていただきたいなと思ってます。